民国出身の元サッカー選手、元同国代表、ポジションはゴールキーパー。1999年に K リーグのベストイレブンに選出されるなど活躍し、代表性ゴールキーパーの座を掴んだ。翌年から兵役のために水原三世を離れるが、兵役終了とともに復帰し、2002年のワールドカップ日韓大会では、韓国代表の4位という好成績に大きく、 貢献した。自身3度目の W 杯となった2006年のドイツ大会ではグループステージ敗退という結果ではあったが存在感を示し大舞台に強い選手だということを証明した。PK 戦に強い GK としても有名である。2002年日韓 W 杯の準々決勝、PK 戦までも連れ込んだ対スペイン戦でフォアキンのキックを止めベスト4進出に大きく貢献。 また、2004年の K リーグプレイオフ第2戦、大歩行スティーラースでは、かつて代表の定位置を争った金平氏のキックを引き、リーグ優勝をものにした。2008年には、GK として、初の K リーグ年間 MVP を受賞。2012年シーズン終了後、引退を表明した。2007年7月に開催されたインドネシアでの、アジアカップ2007一次リーグの期間中に、 韓国代表チームの首相でありながら、チームメイトの離島国ら3選手と主演に興じていたことが発覚。これを受けて、大韓サッカー協会は規律違反を犯した、李ウンザイラに対して、2008年12月までの1年間、韓国代表チームへの招集資格の剥奪及び、大韓民国サッカー協会が主催する、公式大会への2から3年間の出場を禁止する、処分を下した。 この結果、李雲在は2008年に予定される2010年 FIFA ワールドカップのアジア地区予選に出場できないこととなった。ありがとうございます。